でもなんで東京とかじゃなく、わざわざホーリーに？それはですね、私のレイレイグランドファーザーがホーリーを訪れたことがあるのですよ。めっちゃ英語うまいやん。当たり前か。グレートグレートグレードファーザーは、ヒーヒーじいちゃん？それって、おそらく、高祖父のことではないかと、おじいちゃんのおじいちゃんですね。おじいちゃんのおじいちゃんってことは、ヒーヒーじいちゃんであってるか。え、未だご存命もしかして。えぐくないそれは。なんか絶対この子、エルフの血混ざってんだろ。寿命500年ぐらいある種族だろ。はい。私のおじいちゃんが、日本の話をたくさん聞いたそうです。それをまた、子供に伝えて。あ、よかったよかった。いや別によくはないけど。普通に伝えてってことは、すでに亡くなってリヒテナウアー家で代々日本の素晴らしさについて語り合ってるって感じなのか。ですので一族労働みんな日本が好きですよ。一族労働ってどういうこと？めっちゃみんなってこと？まさか海外の女の子に日本語でマウント取られる日が来るとは思わなかった。それでレナさんも日本に興味を持ってここに？はい。ホーリーでは留学生の体制が整っておらず、旅館の見習いで頼み込んでようやく留学ができました。もうだいぶホーリー来たかったんだね。この街が好きな俺はもちろんのこと、マコも聞いて嬉しいんだろうな。だから働きながら留学を。それに私の家は裕福ではありませんので。でも留学できるぐらいのお金はあるってことだよね。ちょっとだいたいこういうこと言うやつって、一般レベルの裕福とはベクトル違うからな。働きながら留学、とてもありがたい話であります。全国のやる気のない高校生バイトに聞かせてあげたい。こんなに意欲的に勉強もお仕事も頑張る子なんてそうそういないからな。何か困ったことがあったら言って、力を貸すから。いつでも構いませんよ。もうちょっと好印象だよねレナ。すごい誠実な子なんだもん。それ力を貸したくなるわ。はい、ありがとうございます。えい、握りお待ち。わお、お寿司、お寿司。超可愛いんだけど。でもよかった、後ろの盾札を見る感じだと鮎以外もちゃんと揃ってるね。こんな定番な上がりのコップある？未だこういうコップの実物を見たことないんだよな俺は。ちょうど会話が一区切りした時、レナさんの目の前に出てくる握りのセット。ちなみに俺と日立さんはさすがにお腹がいっぱい。嘘だろ。アユの塩焼き食っただけやで。お前らの胃袋にはアユ一匹しか入ってないはずだよな。これ以上は食べられないので飲み物だけ。なんか嫌な客おるわ。大将から、こいつら何しに来たんだよって顔されそうだわ。俺としては非常に申し訳なかったのだが、観光客が多い場所では無茶な注文も多いらしい。店の大将はよくある話だと気にすることもなく許してくれた。あ、よかったよかった。優しい大将でよかったわ。結構寿司屋とラーメン屋の店主は頑固者っていうイメージが俺の中にはあるから、この対応は意外だったな。え、ちゃんと箸を持てている？いや、ミニキャラのこのカッパみたいな手だから、ちゃんと持ててるのかどうかはわかんないけど。あ、お箸、ちゃんと使えるんですね。煽ってんのかてめえ。あんまり初対面の相手に喧嘩売るな、マコ。それちょっと海外の人たちに向けての偏見入ってるからね。家でお母さんが日本の料理を調べて作ることもありましたので、お箸も慣れたものでありますよ。ほんとリフテナウア家は代々日本が大好きな一家なんだね。茶碗蒸しにカレーに雑炊、いろいろ作ってもらいましたよ。カレーって日本食なの？インドかと思った。うん、むしろスプーンで食べるものばっかりだけどね。確かに箸の使いようのない料理ばっか出てきたな。ではいただきます。器用にお箸を使い、まずは卵を持ち上げるレナさん。今時卵の握りに海苔が巻いてる光景なんて見ないからな。なんか新鮮だわ。俺高校時代スシローでバイトしてたけど、最初の入りたては海苔巻いてあったんだよね。でもいつしかコスト削減なのか時間短縮なのか知んないけど、海苔巻かなくなったんだよな。そして、うーん、海苔甘くて美味しいですね。めっちゃ可愛いな。ちょっとなんで序盤から出してくれなかったんだろうっていうぐらい可愛いんだけど。今までの女の子たちはおとなしくつつましくおしとやかにっていう感じの女の子ばっかりだったから、この陽キャじみたレナの登場は結構物語にスパイスを与えてくれるね。チャンネル登録、最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったら高評価、コメント、チャンネル登録お願いいたします。それではまた次回の動画で。バイバーイ。